頭痛よー。どうされたのですかマスター。わかんない、今日起きたらものすっごい頭痛が痛いのだが。マスター、重症ですね。頭痛が痛いって日本語おかしいですよ。だからね、今日休んで。ダメです。本当だよー、頭痛いんだって。もしかしたら風邪かもしれないよー。それでは熱測ってみますか。どれぐらいありましたか？平熱？むしろちょっと低い？マスター、どうでしたか？40度ぐらいあったよ。それは大変です。すぐ病院行きましょう。病院？ああ、なんだか元気になってきちゃったなー。そうですか、それは良かったです。でも、頭が痛いのは本当だよー。なんでだろう、寝てる隙にマリサに頭しばかれたのかな？のわけ、マスターは嘘がつけないお方ですね。マスターマスター、もしかしたらそれは、二日酔いではないですか？昨日かなり飲まれていたようなので。ああ、そんなことがあったような。途中から記憶がないなこれ。昨日はみんなでいっぱい飲んだもんね。なんだ、道理で。ファイさんの顔色も悪いんだ。それじゃあ今日は一緒に休みますか。顔色はもともとだから、そして休ませねえから。ゼルダの伝説、スカイボードソード、ゆっくり実況、パート37、始まるを。ん？あれ？ボスがいる？なんぞ？じゃあ、なんか出たー。まさか、こいつがボスなのか？で逃げんのかい。このシーン、なんかこれを思い出したわ。懐かしいね、マリオ RPG とか。ということは、ボスも結層みたいなのかな。だとしたら何本も足を倒さなくちゃいけないから面倒だな。マスター、それ別ゲーの話ですが、穴がち当たってますね。マスターに報告、この触手は巨大な魔物のものと推定。状況は不明ですが、この船が襲われているようです。放置すると、この船が沈む確率 80%。聖なる力で撃退し、外に出て状況を確認することを推奨します。このサイズ、相当でかいな。今まで倒してきたボスの中で一番でかいんじゃね？それはそうと、この BGM いつまで流すの？全く緊張感がないのだが。うおー、今度は樽が転がってきたー。今度はドンキーコングかよ。って懐かしいな、ドンキーコング64の方でしかプレイしたことないけど。ということは今回のボスは、でっかい月相と巨大ゴリラが相手か。いきなり難易度上がったなおい。こうなりゃこっちだって助っ人呼んでやんよ。マスター、ファイは戦力になりませんよ。違うって、今回は奴らの天敵を呼んでやんよ。月相の方のマリオさんと、ドンキーの方のマリオさんと、ボッコボコにしてやんよ。マスターそれ両方マリオだから、マリオ一人しかいないから。え？ファイさん知らないのかい？マリオさんは複数いるのだよ。マリオ製造工場ってのがあってだな。よく見かけるあのマリオはみんなクローンなんだよ。つまり。マスター利息に報告。ちょー、オチの前に割り込むなー。ああ、はいはい。あの扉の向こうから、邪悪な気配を感じます。この船を破壊している、触手の本体が存在する可能性、90%。十分な心構えを持って、船外へ出てください。それではオチの続き、どうぞ。無理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 。この雰囲気じゃ無理だし、大したことないオチだったし。そうですか、では気を取り直して。まあ頑張れや。適当だなおい。古代怪獣、ダイダゴス、が現れた。鉄拳なおい、こんなのどうやって倒せってんだ。弱点はですね、メガ弱点です。だろうね、そうだと思ったよ。とりあえず例の月相処理パターンで様子を見てください。それじゃあ例の BGM、スタートです。なんかファイさん気に入っちゃったよ。とりあえず、この飛び出してくる足のようなものを攻撃すればいいんだな。これ足ですか？頭についてた髪の毛みたいなものじゃないですかね。それはちょっとむごいな。頭頂部が薄い方には見せられないな、この戦いは。マスターチャンスです。目を打ち抜いてください。で、下手くそー。よし、当たった。で、一発目はわざとだったんだからね。うわ、やばいな。よし、なるほどね。こんな感じで倒すのか。さすがですね、マスター。戦い慣れてるって感じです。いろんなアクションゲームを攻略しているからな。こんな敵など、マリカー前なのだよ。マスター、意味不明です。
ああ、メイダカ実況するの面倒になってきたな。それ言っちゃダメだろマスター。ここで実況やめてないよね。ダメに決まってるだろう。それではここからは、おしゃべり実況、始まるを。で、今回も、実況っていうほど実況してねー。いいのいいの、私の動画はおしゃべりメインだから。普通の実況よりおしゃべり実況の方を期待してる人の方が多いんじゃないかな。普通の実況は他でも見れるし、おしゃべり実況はうちだけ。それじゃあ始めるよ。そういえば、YouTube のアカウント作ってから1年も経ちましたね。YouTube ってどんな部活ですか？変換したらこんなのが変換されただけだよ。それでね、YouTube の赤登録したきっかけはね、ライト君にはめられた、ってところだね。どういうことですか？もっと言うと、自発的にゆっくり実況をするように自然に誘導された。ほんとライト君の計画通りに動かされたよ。始まりはスカイプだね。スカイプを教わって、チャットしながらマリカーしようって話になってから。レース中には文字読めないから、代わりに読み上げてくれるソフトがあるよと。それで教わったのが、棒読みちゃんだった。それからスカイプの通話機能で、パソコン画面上の音声も同時に聞こえる方法が載った。ステレオミキサーの設定サイトを教わり、そこには、ゲーム実況のやり方などの記事も載っていた。あの有名な、VIP で初心者がゲーム実況をするには Wikiだった。そこには実況に必要な道具やツールが事細かに使い方まで書いていて、安かったので勢いでキャプチャーボードを買ってしまった。そしてマリカーの動画を撮影したことをライト君たちに言うと、動画はよ、ウプはよ、とまくし立てられ、その日のうちにアカウントを作らされたのであった。そして記事を読んでたら、ゆっくり実況に必要なものがほとんど揃ってたから、ゆっくり実況を作ってみたんだってさ。そこでなぜゆっくり実況を選んだのですかね？生声実況もあったでしょうに。ゆっくり実況しか選択肢がなかったのだよ。なぜかというと、家の隣が線路だからな。電車の通る音が邪魔で生声実況なんてやってらんでいいんだよ。深夜から朝方にかけては電車も通らないけど、そんな時間に規制上げてたら、間違いなく通報されるからね。なるほど、それでゆっくり実況だったのですね。それに、牧師だからゆっくり実況の方がいろんなキャラが出てきて楽しいからね。マスター、じゃなくてウプ主様。痛いお方ですね。ファイサンシー、そこ触れちゃダメなとこ。その辺いじっちゃうと、あの子泣いちゃうから。了解です、記憶しましたマスター。それとですね、1周年記念の動画とかはあげないのですか？1周年か、別にいいんじゃね？やらなくて。せっかくなのですから、視聴者様と交流ができるようなものをしてみてはどうでしょうか。質問返答のようなものはいかがでしょうかね。いいよいいよそんなもんしなくて。やったってどうせあいつらは、質問返答とかいらねえんだよ。そんなことする暇があったら、さっさとテムライプしろやー。っていうに決まってるからね。マスター、あいつら呼ばわりはいかがなものかと思いますが。確かに、ちょっとひどかったかな。では、あのアホンダラー。もっと悪くなってるじゃねえか。いいのいいの、一部の人に言ってるから。というわけで、1周年記念とかやらないから。そうですか、それは残念ですね。第一、フランス料理戦も危ういっていうのに、そんなもん作ってる余裕ないわ。まったく、私の遊ぶ時間がなくなるから。十分遊んでるから、一日のほとんど遊んでるから。まただふん、遊び足りねえぜ。おっと、話してるうちに終わっちまった。いやー、今回もいっぱい実況したね、ファイさん。そうですね、いつも通りのおしゃべり会でしたね。そういや、船、ボロボロなんだが、いろいろと大丈夫なん？時空石とか海の中じゃね？それは問題ないです。そういうものは都合よく生き残ってるものですから。ああ、そうなんだってまあそういうもんだよね。お？なんぞ？まさか、ここから登場するのは、ゼルダ単価と期待しちゃったじゃねえか。ふふふ。惜しかったですねマスター。あの一周休みがなければ、ゼルダ様がこの台の上に立たれていたのに。冒険サボらず頑張れば、次はゼルダ様に会えますよ。そのことなのだが、いい加減嘘だと言ったらどうなんだ。いないんだろ？ゼルダタンはこっちの世界にいないんだろ？何度も何度も、いい加減気づくわ。ゼルダタンに会えないなんて、やる気でねえんだよ。やる気でないからここらでしばらく休んで、やる気出たらまた冒険始めることを要求する。というわけでしばらく休ませろや。ついにこの時が来てしまいましたか。だましだましマスターもやる気を出させていたけど、この餌には食いつかなくなってしまった。だが、もう一度、マスター、ゼルダ様の位置を確認したところ、現在スカイロフトにおられる模様です。急いでスカイロフトに向かいましょう。どうせまた間に合わなかったで片付けるつもりだろこんやろう。もうその手には乗らねえぞ。バレてしまったか。
新しい手を考えれば。わかりましたマスター、今回はこれで終わりにしましょうか。ネイルの炎を受け、剣が成長しました。ファイにも新たな力が目覚めました。ふん、ふん、ふん、ふん。よし、これでしばらく休めるぞ。私の右手が、昔封印した、黒炎竜が騒ぎ出したのか？マスターは新たな歌を手に入れる力を得られました。空の歌島へ戻ることを推奨します。パート38へ続きます。また見てね。バイバイ。